今ねどこにいるかっていうとね、高知市にいます。高知で、今から食事するところは広め市場で食事しようと思ったらかなり混んでてね、まあ、昼にしようかなと思って、昼のちょっと早い時間だったらまだ空いてるかなと思ったんで、ちょっと他のところにすることにしました。土佐料理の司っていうところね、いろんな定食から和風ステーキとか、この黒潮定食っていうのは税込み2800円、泥目とかクジラの大和煮とかカツオのたたき、ウツボのたたきね、そこのところね、カツオとか有名じゃないですか。あとウツボも有名だとクジラも取れるからね、クジラのカツとかこれいいよね。あと他にもサワチ料理、人がいっぱいいればサワチ料理でいいんじゃないかな、土佐巻きとかあるからね。ウツボのたたきもね、いいですね。チャンバラガイとかカツオのたたき、これは有名、あの土佐の料理ですね。なんでちょっと評価は割と高いんで、ね、なんかいい感じの雰囲気なんでちょっと行ってきますね。これは定食か、これは安いやつだね。たたき定食安いよね、これ。でも俺やっぱさっきのやつにしますよ、これなんで、ね。あとビールを頼みます。あと土佐巻きね、ちょっと食べてみたいと思って別注で頼もうかなと思ってます。土佐巻き。土佐定番の巻き寿司ですね。カツオと寿司飯のうまみを取ります。料理は明日しずり岬の近くなら温泉で食べます。あと他にもこれね、カツの刺身もいい、たたきめぎの刺身も久々に食べてみてもいいかな。カツのコロッケとかで、どれにしようか考えてたんですけど、黒潮定食にしました。カツオのたたきとウツボのたたきですね。あとクジラの大和煮とかクジラカスとか、カツオのコロッケですね。で、まずは生ビールということでサントリーの、プレミアムモルツを、いきました。で、まあ、黒潮定食ですね。カツオのたたき、ウツボのたたき、クジラの大和煮や、クジラカツ、カツオのコロッケなどの土佐尽くしですね。これで税込み2800円、そして生2杯とお通し込みで、4400円ほどでした。まあ、大正6年創業のお店ということで、まあ、すごく、まあ、雰囲気のいいお店でね、土佐の料理を満喫できるので、ぜひ、まあ、高知市街地でね、土佐料理を満喫したいのであれば、この土佐料理の司ね、ちょっとお勧めしたいと思います。ウツボのたたきは初めて食しましたね、正直な話ね。カツオのたたきはもうかなり食してきたけど、ウツボは食べたことない。ウツボのたたき自体が、ね、食べたの初めて。あとクジラカツということで、クジラはまあ前回高知県来た時に食べて以来かな。はい、あとはアイスランド行ったよ、食べたか。食べてください。美味しかったですね。はい、カツオのたたきと、あとウツボとね、クジラ、あと泥目が食べれて、なんか土佐が満喫できたかなって感じします。あれが2800円税込みで、で、ビール2杯頼んで600いくらで、多分あのお通しが来たんで、お通しの料金で4400円くらいでしょうね。はい、良かったです。結構ね、いい感じのところですね。ぜひ大正時代にできたところなので、皆さんお勧めしたい。